さらには東部地下鉄では声かけサポート運動強化キャンペーンを実施しております。この運動はお年寄りや体の不自由な方、お子様を連れのお客様など、駅構内、車内でお困りの方がいらっしゃった際に、お客様同士で声かけして協力を受ける。